おはようございます、インリビングです。今日は冬の自称ブルーメイクをやっていきたいと思います。今は起きてシャワーを浴びてスキンケアまではやったので、次はこのラロッシュポゼ UV デワ XL プロテクショントーンアップを塗ります。今日はこれからお出かけをするんですよ。はい、このぐらい。ただこれを手のひらに広げて、真ん中だけ。お鼻と、と残りをおでこにつけます。できた。あ、こういう時に卓上の鏡を使えばいいんだ。できました。このぐらいなら見える。濡れました。今ちょっと寝不足が続いていて、この辺とか浮き出物ができそうなんですが、まあ次ラシャスリップスを塗っておきます。保湿されるので。塗って、そしたら次RMS ビューティーのルミナイザーを塗ります。これが今一番お気に入りのコスメです。すごい、なんだろう、こんなに白いのに塗るとすごい、もう何も見えない何も見えないんですけど、こうツヤっとするんですよ。しかも真っ白くもならないし。でこれを目頭ここにぐるぐるぐるっとやって滑らせる。こっちもぐるぐるぐるっとやって滑らせる。でこの目の横にくの字に広く、この辺に塗っておきます。これもくの字に入れる。鼻の頭に入れて、どうしよう、ここちょっと痛々しいから、でも塗っちゃおう。ここも塗って、唇の山はちょっとさっきのラシャスリップスをこれ取ってから山に塗ります。これここのカメラで化粧しない方がいいのかついここでしちゃうけど。そして次はこちら、これアクアアクアのオーガニックロングマスカラのブルーかな、ネイビーかなです。これ確か去年の冬か今年の春ぐらいに買ったんですけど、全然買ってからつける気が起きなくて今はお化粧をしようっていうテンションになってるんですけど、その頃はまだそうでもなかったので全然使っていなかったんですけど、これの存在を思い出して、そっか、青い服で青いマスカラをつけたらすごくいいんじゃないかということに気づきまして、なのでこれを撮っていますブルーメイク、こういうことですよね、多分。あ、青いんですよ。見えるかな。
ちにピントが来てほしい。とても青い。これを、私は目全体にマスカラをつけるのが得意ではない。得意ではないというか、ちょっと居心地が悪くなるので、この、3分の1ぐらい、外側の目尻、3分の1ぐらいだけつけます。見えるかな？青い。できた。これでよし。見えるのかな？ここが青くなったんですよ。あは洋服と一緒。の青、ブルーメイクだ。あー、これはいいんじゃないですか。あ、これをまぶたにもつけようと思います。ルミナイザーを。まぶたの上に、ここに、真ん中にだけぼかして入れました。わっ、かわいい。できた。では、ちょっとツヤっと、まぶたがツヤっととしました。そしたらリップはキールズのピュアペタル、これを塗ります。こういう感じの色です。ピンク。これを内側に塗ります。出た。ピンク。そしたら、最後にこのラッシュスリップスをちょっとつけます。すごく良い。口角がベタベタなので拭きます。はい、できました。これが私の考えたブルーメイクです。どうかな。初めてお化粧っぽい。見えるかな。よく見ると青いんですけど、全然伝わらないですね。でも青いんです。こういうのは気の持ちようだと思うので、これで自信満々にブルーメイクと言っていきたいと思います。よし、では髪を乾かしてきます。はい、ということで髪もセットしてきました。髪はどうしていいかな、私はまだあんまりよくわからないので、合わせて勉強したいと思います。ということで今日は自称冬のブルーメイクでした。では。